来た来た。これもう一つの方か。Y サークルですか。お前たちはここで待て。ここからは私一人で行く。会長、危険です。危険です、会長。せめて護衛を。せめて護衛を。今日のところは私だけでいい。お前の力が必要な時はこちらから呼ぶ。一生呼ばれないやつかな。わかりました。補定回答。みんなも勝手な真似は控えてくれ。私の指示を絶対に厳守するように頼むぞ。危険なのは分かっている。間違いなくこの件は奴らが関わっているのだから。大体知ってるけど。だとすれば生徒会メンバーを連れていくわけにもいくまい。お前たちは普段通り自分たちのやるべきことを進めてくれ。わかりました。会長もお気をつけて。こうやって見るとめちゃくちゃちっちゃいな。あ、会長使うんだ。ほら、やはり奴らが絡んでいた。会長の武器何これ。排除する。教師が使ってるあの指差し棒みたいな。やけに目立つプレゼン棒。レベル100だ。上から目線がランク2にアップ。 X はつくんだ。会長も変身できるんだけど、現状は変身できない。あんまりいい武器じゃないな。問題ない。ね、あの生徒会のメンバーを連れていくわけにはいかないとか言いながら、これライブで配信してるんで。心の友よ、俺の友は会長の友、会長の友は会長だけの友。なかなかに手強いボーイだぜ。さっきの雑魚とは大違いだ。これでピンチ？やられちゃう。このままやられちゃう。落ち着いて、諦めちゃダメ。こんな時、特撮ものだったら。だったら強力な助っ人ヒーローが登場する激アツシチュエーションなのに。回避だ。もうダメだ。もうダメだ、おしまいだ。来た。YSP プラン。お前たちの力はその程度か。しゃあないね。どんだけ強くなってもイベントには勝てんのや。最強の敵は負けイベである。この日をどれだけ待ったことか。今わしきエイリアンを撃つためにその力を利用させてもらう。今こそエイリアンウォッチの力を見せてやろう。変身。変身。しかし SD やばい。ミストシャドウ。粉砕する。チリとなるがいい。ほら。ランド君かっこいい。正体もろバレですけど。ダークムーンは使えない。勝手にしろ。食らえ。なんかすごい連続ロックした。行くぞダークブーメラン。1ヒットお、メイン盾に攻撃が向かっている。引き上げ。食らえ。俺の正体がバレるわけに。方向性何する。貯めた方がいいのか。ダークブーメラン。リフトタイム。くらえ。なんか来そう。チャンス。ダークブーメラン。必勝なく霊剣断絶丸。
まあそれなりに出てるかな。武器使いこなしてるな。変身後毒を持って毒を制す、ね、これはあのエイリアンの力、エイリアンウォッチだからね。エイリアンを倒すのにエイリアンの力を使うってことですね。ですねエイリアンの力を使うことですね。イジジはどうなることかと思っちゃった。俺の新ホーム。すごかった、超かっこよかったよ。生徒会長、助けてくれてありがとうございました。まるで危機感が足りていない。お前に足りないものは何だかわかるか。危機感だ。自分は死なないとでも思っているんじゃないか。おばが礼を言ってるのに何だよその態度は。私は事実を述べたまでだ。お前たちは鈍すぎる。このままでは遠からず、やつらのニブチンが共に殺されることになるだろう。殺される。お前たち、この私に協力しろ。エイリアンどもは極めてずる賢い。対抗するには多くの力が必要だ。そう、たとえお前たちのような未熟者の力であったとしてもな。なんだと喧嘩売ってんのか。ねえ、生徒会長だかなんだか知らねえが、あんましなめた口叩いてると。まあ待てよ、分かった。お前に協力する。何兄貴、さっき戦ったエイリアンがヤバいってのは俺にもなんとなく分かった。なんとなくしか分からん。それにお前困ってんだろ。お前困ってんだろ、友達いねえんだろ。なんだ。さっきは助けてもらったし、じゃあ今度はこっちが助ける番だ。話を聞いてなかったか。ね、生徒会長めっちゃ友達少なそうだもんね。今は猫の手も借りたい状況なだけだ。お前たちのような猫の手でもだ。じゃあ次は犬の手を探さないとな。とにかく交渉は成立したと理解する。霧隠れラントだ。ああ、俺はジバジン。何？ジバジン？なんだあれは。来たー、 UFO だー。まさか UFO？ 嘘でしょー。嘘だんだかなーん。つうか、すっげー光ってるけど大丈夫なのかあれ。いかん、お前たち逃げろ。さてとなるエイリアンウォッチ。アニメと同じだな。じゃああれだ、俺たち記憶喪失になっちゃうわ。完全に。あれ、僕たちは一体。お、生徒会長じゃん。おい、こんなところで何してんだ。っていうか私たち、なんでこんなところにいるのかしら。いや、ね、この黄色い猫何なんだろうね。今日の記憶がなくなったんだったら、この黄色い猫は何なんだろうね。命を奪わずに記憶を消すだけにとどめた。なるほど、我々などその気になればいつでも処理できるという意思表示か。それとも何かこの学園にあいつらにとって生かしておきたい理由でもあるのか。おい、お前たち、ここから私はお前たちと行動を共にする。え、なんで。それはつまり生徒会長は俺たちの仲間になるってことだな。そういうことになるな。え、どういうこと。どういうこと。何が起こってるの。どういうことなんだってば。なんかよくわかんねえけど生徒会長ゲットだぜ。お、11123。エイリアンどもめ、お前たちは一人残らず、なんかやばそうな人がね、仲間になりました。お、一体誰なんだ、全くわからない。あ、新キャラ。というわけで以上報告となります。へえ、
YSP クラブか。 YSP クラブです。あいつら案外面白いかも。お、それではこれよりラント先輩の歓迎会を始めます。歓迎会を始めます。パフパフ。いや、歓迎会ではなく作戦会議。会長がいたら100人切りだぜ。100人できるでしょ。 YSP クラブを認めないと言ってたのに、どういう風の吹き回しかな。新たな七不思議を解くためだ。新たな七不思議だ。行動を共にする方が効率がいい。え、またどんだけ七不思議あるのよ。七不思議が七つあるんじゃない。だから四十九不思議言いにくい。もしくは四十八。それは違う。トワイライト。君もトワイライトセブンを追っていたのか。あ？トワイライトセブン。その新たな七不思議のことさ。僕もエンナ先生から調査を頼まれてね。いいなぁ、俺もエンナ先生にお願いされたい。やめろ。君と僕とではエンナ先生からの信用が違うってことさ。何よ、俺もエンナ先生に信用されたいぞ。エンナ先生の信用を勝ち取るには、あの、生命保険に入って受取人の名前をエンナ先生にすればきっと信用してくれると思う。なんだこいつらは。でもどうして会長は七不思議の謎を解きたいんですか。それは学園内の安全を考えて七不思議を解明することは会長の務めだ。それに私は UFO 研究クラブの部長でもある。同様の不思議の解明には積極的に取り組む。 UFO 犬？へえ、会長はもっと固いクラブかと思ってました。 UFO 犬！ UFO 犬ね、昇竜犬ね。ところで UFO 犬って何するぶ？UFO 犬っていうくらいだから UFO を研究するんだと思う。そのまんまだね。この学園に UFO が現れたという情報が入った。よってその真相を解明したい。でも記憶にないんだよね。今時 UFO の写真なんていくらでも捏造できるだろう。真実かどうかはこの目で確かめる。そのための調査だ。今彼らに真実を話すのはまだ早い。エイリアンの記憶消去に対抗せねば。ミステリアルメダルを集め、ミステリアルメダル奴らをおびき出す。そして次こそ正体を暴き、粉砕してみせる。玉砕、大喝采。私はあの日から奴らに復讐することだけを目的に生きてきた。入った。階層負けフラグだぞ会長。マリナ、何があった。ロリッコだ。黒い目の人って割と普通じゃない？日本人なら8割ぐらいの人はほぼ真っ黒だと思うけど。ちょっと茶色が入った人とかいるけど。目が黒いっていうか目がでかい人。家族を消したエイリアンとも決して許さない。回想早かったな、思ったより。会長、なんか顔怖いぞ。なんでもない。行くぞ。おい、会長、トワイライトセブン、調査開始だぜ。トワイライトセブンね。